すいません、体育2で今から。はい。はい、始めます。お願いします。お願いします。ホッケー日本代表の田中健太です。オランダの一部リーグ HGC でプレーしています。滋賀県出身です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、順番に行きましょうか。で、じゃあ僕の画面の左上に映ってる3番、水谷慎平くん。自己紹介お願いします。 HC 評価の水谷慎平です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。次4番、中村アンナさん。はい、自己紹介お願いします。はい、クロホッケークラブ中村アンナです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ7番の藤野くん。はい、伊藤とキャスポーツ少年団の藤野です。スポーツ見よ、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ1番、石川くん。はい、久我ホッケークラブの石川です。お願いします。お願いします。お願いします。6番の三村さん。はい、イセルギホッケースポーツ少年団の三村です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ73番田村さん、自己紹介お願いします。田村さん、聞こえてますか？え、音が出てない。音が出ないのかな。ここかな。田村さん、ちょっと飛ばしますね。あれ行きましたっけ、画面が変わっちゃった。あと藤野くん。2番吉原くん。はい、今市第三章から東原中の吉原玲也です。お願いします。では58番、川原さん、自己紹介をお願いします。朝日ホッケースポーツ少年団、川原真中です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。田村さん、音出ましたかね？出ないですか？こっちからは聞こえてますか？こっちから聞こえたら丸してください、田村さん。田村さん、聞こえてますか？聞こえてないのかな。田村さん、聞こえてますか。はい。あ、聞こえてます。はい。じゃあ自己紹介だけお願いします。コネアイルドキッズのふむろしろいです。よろしくお願いします。はい、お願いします。まーす。それでは、ちょっと一回全員ミュートにさせてもらいました。で、田中健太選手と僕だけちょっと音声入ってるんですけど、はい、一人ずつミュート解除にして、質問をしていこうと思うので、じゃあ、田中選手に指名してもらいましょうか。わかりました。じゃあ、一番最初は、吉原玲也くんにお願いしたいと思います。吉原玲也くん、はい、解除します。ちょっと待ってください。吉原玲也くん。はい、はい、ありがとうございます。嫌いな食べ物ありますか？基本的に僕、あんまり嫌いな食べ物ないんですけど、まあ一つだけちょっと一応食べれるんですけど苦手なものがあって、それはたくあんがちょっと苦手です。みんなは食べれるかな、たくあん。ちょっと僕苦手なんですよ、たくあんが。食べれる人
大丈夫。すぐ食べれるやん。よく、よく変わってるねって言われます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。説明してもらいましょうか。じゃあ次は、中村アンナさんにお願いしたいと思います。はい、どうぞ。はい、個人練習ではどのような練習をしていますか？個人練習では基本的に僕は、筋力トレーニングだったりとか、あとランニングなんかをしています。特に今あのコロナの影響でチームメートと、今一緒に練習ができないので、まあ、家の中で、まあ自重トレーニングですね、腕立てとか腹筋とか、そういったところを中心的にやって、あとは、まあ、ドリブルの練習なんかを、まあ、家ではやってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいっちゃいましょう。じゃあ次は水谷慎平くんにお願いしたいと思います。はい。子供の時の夢はありますか？おお、子供の時の夢ですね。子供の頃の夢はオリンピックに出場することです。で、まあ今はまたちょっと変わって、変わってというか、その夢がさらに大きくなって、まあ、オリンピックでこうメダル取るっていうことが夢になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次は、三村ノアさん。はい、どうぞ。リラックスする時に、いい方法とかありますか？何をする時ですか？試合の前とかです。あ、試合の前。はい、僕は試合の前は、まあ試合の前に限らずなんですけど、まあ練習する時とか試合の前とかっていうのは全部、左足から靴履いたりとか、左足から背当てつけたりとか、そうやってルーティンっていうんですかね、そういうのをやってます。そういう感じの答えでいいのかな。大丈夫ですか？はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は藤野翔太郎くんですかね。はい。はい。何歳からホッケーを始めたんですか？小学3年生からホッケー始めました。みんなもそれくらいから始めてるんですかね。だいたい小学4年生とかかな。小学1年生です。うお、すごいやん、めっちゃ早い。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、川原真中さん、お願いします。得意な技やプレーはありますか？はい。得意な技やプレーはありますか？得意な、プレーは、ドリブルです。で、まあ、そのドリブルの中でも、まあまあ、3D スキルといってですね、こうボールを浮かしたり、するプレーっていうのは結構得意な方だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は、石川つむぎくんさん、はい、お願いします。試合前とかに聞くお気に入りの曲って何ですか？僕は結構ワンオクロックとか、聞きます。皆さんは、はい、聞きますか？ワンオクロックしてます？知らない？みんな、みんなどんな曲聴いてる？逆にどんな曲聴いてますか、つむぎくんは？僕は、うん、明るい曲が好きです。明るい曲ね。俺もでも明るい曲やな、聴くとしたら試合前は。ありがとうございます。あと、ふむろさんと田村さん。田村さんですね。これは画面がちょっとついてないんですけど、いけるんですかね、音声は。ふむろさんは聞こえてるんじゃないかなと思う。ちょっと解除してみましょうか。ふむろさん聞こえてますか？はい。あ、じゃあ、ふむろしおりさん、お願いします。小学生の時はどのような練習をしていたんですか？小学生の時は、
本当に基礎的な、練習っていうのをたくさん、教えてもらって、で、まずは、なんていうんですかね、まあ、基礎的な、プッシュだったりとか、ヒットだったりとか、本当に基本的な動きっていうのを徹底して教えてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後ですかね、田村、そうですね、皆さん、お願いします。田村さんの解除ができないので、ちょっとミュートになってますね。あ、なんか絵で出してくれてる。出せますか？質問みたいの。チャットでもいいよ。あ、チャットでも。どうですかね。止まっちゃったかな。ちょっと。あ、声出たかな。はい。ホッケーを やって良かったと思うことは何ですか。はい、僕はホッケーをやってよかったと思うことは、やっぱり本当にたくさん友達ができましたし、で、やっぱり本当に楽しいスポーツに出会えたことがとても嬉しかったです。わあ、どうやってのいっぱいいました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それ、みんな全員 OK ですかね、これで。はい、一応一周回りました。前お時間あるので、はい、どうしましょう。続いて質問がある人、ある人は手を挙げてください。あ、じゃあ早かった中村アンナさん、お願いします。中村ありますか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっともう一回お願いします。はい、ディフェンスのやり方でディフェンスが気をつけることってありますか。まあ、僕フォワードなんですけど、最近すごくディフェンスも練習してて、で、ディフェンスですごく気をつけてることは、やっぱり相手にこうボールをよく見させるために手をいっぱい出すってことですね。スティックをいっぱい出すことで、やっぱ相手っていうのはボールにこう集中してこう頭を下げるので、その時にやっぱり相手の選択肢っていうのがすごく少なくなって、ボールを取りやすくなると思うので、相手がドリブルしてきたら、まず、しっかりスティックを出して、相手にしっかりボールだけを見させるっていう、プレーを心がけてもらえたら上手くなるかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだあと1個ぐらいはいけますかね。まだいけますよ。あ、いけますか。はい、吉原くんってあげたら。あ、じゃあ吉原くんお願いします。はい、今までで一番大きい怪我って何ですか。今まで一番大きい怪我は、骨折です。どこの骨ですか。手の指の骨を折りました、一回。けど、骨折れてても、やってました、プレーは。皆さんはやらないでください。ありがとうございます。この右上に一応残り時間がゼロってなってるんですけど、大丈夫なんですかね、まだ。え、そんなん出てます。はい、なんか残り時間みたいなのがあって、そこが今ゼロになってるんですけど。大丈夫です、僕のタイマーであと2分ほど。あ、本当ですか、わかりました。じゃあ他にもあれば質問お願いします。ある方いますか。田村さん、あげません。田村さん、あ、田村さん、じゃあお願いします。ホッケーを始めたきっかけは何ですか。はい、僕がホッケー始めたきっかけは、友達に、誘われて一緒に、やらないかって言われて一緒にホッケー始めました。田村さんはどうしてホッケー始めたんですか。お姉ちゃんもやっていて、
楽しそうだからやりました。あーそうなんですね、うん、ありがとうございます。あもう一個いいですか。はいはいどうぞ。それを高校の時からひたすらやって、今までホッケーをやめようと思ったことはありますか。ありません、一回も。はい、私もありません。はい、ありがとうございます。はい、一応メインセッションに戻るってなってるんですけど、これももう置いといていいんですかね。空洞で一番ピンクで弾くのがここだから。足汗がすごいんだけど、私、うん、やばい。あ、富田さん。国立の町出身。あ、もうなんかこれはもう置いといていいんですかね。メインセッションに戻るやつが来たんですけど、それまであと自動的に戻るので。はい、わかりました。皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。またグループ変わるので違う人と交流を楽しんでください。ありがとうございました。